おはようございます。本日3本目、細川護熙さん。こないだね、テストに出したら、やっぱり漢字5群をつけたけど、なんか、この真のね、後期点のあれですよね。この漢字。書けてる人そうはいないですよね。持ち込み方だったんですけどね。この頃はですね、冷害に見舞われましてね、そのお米が作付指数が低くて100いかないみたいな。それで、タイ米を緊急輸入しましたよね。で、なんて言いますか、パサパサの、なんて言うんですかね、ピラフだとかね、チャーハンに合うような、そういうお米なんですけども、それでもですね、日本人って食べ残して捨てるということで、罰が当たるぞみたいなね、いうことが言われた頃でした。それから、まあ、今はね、コロナ禍で子ども食堂を言うてますけども、食料安全保障ね、人間の安全保障、こういったところもね、時代やね、なんて言いますか、食料のね、供給のね、いい悪いを問わずね、作況指数問わずですね、問われてくるところなんじゃないかなと思いますね。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。